ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録頼んだぜ。皆様の登録がうぷ主のやる気につながるぜ。ねえ魔理沙、江戸時代って本当に平和だったのと疑問に感じている人がいるらしいんだけど。ああ、こんなコメントが以前あったな。江戸時代は3000件以上も一揆が起きているんだから、平和なはずがないだろ。なるほど、もっともない件ですよね。そこでうぷ主がアンケートを取ったんだ。結果はこうだ。拮抗はしているけど、多いと思っている人が多いようね。おそらくなんだが、百姓一揆と聞いてこういうのを想像している人が多いんじゃないか？違うの？これは放棄や打ち壊しという状況で、ここまで来てしまうと、幕府が藩を処分するのはほぼ確実になってしまう。百姓一揆にはランクによって、7つのタイプがあったんだ。へえ、気になるわね。ぜひ教えてほしいわ。久遠、秋祖、長三、乙祖、剛祖、打ち壊し、放棄の順番でヤバくなっているという。まず、久遠は周回だけで終わっているものだ。なんだ、じゃあ大したことないわね。霊夢よ、そうは言うが無言の圧力って結構怖いぞ。そうなの？ヨウムちゃん、お腹減ったわ。ユユコ様、今日10食目ですよ。もうダメです。わかりましたよ。食べ物を出せばいいんでしょ。さすが、ヨウムは最高ね。いつもの語尾はどうしたの？にょん。なるほど。無言の圧力って、心理的ダメージを与えることが結構あるんだ。江戸時代なら暴れられる可能性もあるからな。次は秋祖か、これは領主に所定の手続きを取って、改善を願い出ることだ。現在の陳情に近いな。これも百姓一揆に含まれているの？ものすごく民主的なのに、とても意外な話よね。まあ一つの目的達成のためにみんなで集まるわけだから、入るということだろうな。そして長三は、まあボイコットだ。田畑を捨てられたら、領主はとても困るよな。次に、乙祖は直訴がしたいで、江戸に行って訴えられることもあった。翌当時は命がけでしたというのは、この乙祖を指している。これは死刑を覚悟の行動だ。ドラマではよく見るわね。剛祖は、徒党を組んで集団で脅しを含めて無理やり要求を認めさせることで、ここまで来るとヤバさを感じるよな。そして、放棄や打ち壊しは、暴力をもって商家を襲ったり、領主と対決することだ。一般の百姓一揆のイメージはこれだろうか？私もこのイメージね。それを踏まえて、このデータを見てほしい。どう思う霊夢？比較的穏便な、秋祖と不穏が3分の1なのね。放棄や打ち壊しも幕末が主体になっているのがわかるわ。ちゃんとした手続きの一揆が500件あったからといって、平和じゃないとは言えないだろ？話し合いができているんだから。そして幕末や江戸時代初期前後は、やっぱり混乱もあったわけだから、危ない一揆が起きるのも仕方がないよな。確かにそうよね。そして第2期なんかは、百姓一揆は年後見弱だ。しかも放棄や打ち壊しはほとんど起きていない。確かにね。まあ、地域差があるだろうが、地域ごとにまとめた図でデータを取れば、さらに面白いことがわかりそうだよな。村方騒動なども考慮に入れて作るとさらに理解が深まりそうだ。百姓一揆以外にも様々な騒乱があるんだ。これもいずれ紹介したい。そして、うぷ主の調べたデータは3000となっているが、3200が主体だそうだ。まあ、入っていない200も割合で考えたら、全部放棄や打ち壊しに入るはずはないから、全体的に少ない方ね。このデータからうぷ主は江戸時代は比較的平和な時代だったと言いたいんだが、どう思う？コメント待っているぜ。ところで魔理沙？本題は江戸時代が平和かどうかなの？ああ、そうそう、それでは霊夢君に質問です。この中で大名がやられると特に困るものは何だと思いますか？当然、放棄と打ち壊しじゃないの？確かにそうだが、遅刻で例えればわかるんだが、遅刻ギリギリと確定でその時の動きが変わるだろ？ああ、遅刻ギリギリなら慌てるけど、確定なら諦めがつくわよね。なるほどね、放棄とかはもう無理ね。改易などの処分を覚悟するしかないよな。
じゃあ、ギリギリで困るといえば、オッソなんだ。やはり、無手続きでやられるんだから、対応しづらいのも厄介なところなのだろう。そして、特に困るのが江戸に来られることだ。そうか、藩内で悪事を働くともみ消せても、江戸の中で大騒ぎになれば、江戸中で噂になるということね。現代と違って新聞やネットがないので、藩内の情報は伝わりにくい。しかし、江戸の中で大騒ぎが起きれば、幕府に知れ渡ることになるわけだ。そしてほとんどの藩は、参勤交代で江戸に屋敷がある。ということはそんな場所に農民が押しかけたらどうなる？武士の面目丸つぶれね。それだけでなく、大名の所領を監視する大目付にその話が耳に入れば、確実に尋問の対象になって、大ピンチになるんだ。農民たちはそのウィークポイントをついて行動したわけね。ああ、これをモンソと言って、オッソとゴーソの合わせ技みたいな方法なわけだ。今回はその話をしてくれるわけね。ああそうだ。そのモンソの結末はどうだったのか？その目で確かめてほしい。そして、江戸時代は本当に平和な時代だったかの意見を求めるぜ。これからも当チャンネルではそんな、様々なしくじり大名を紹介するぜ。それじゃあ皆さん、ゆっくり歴史を覚えていってね。なるほどね、江戸が舞台というわけね。そして今日の主人公は誰なの？本日の主人公は、北条藩の八代忠隆だ。阿波の国北条藩三大藩主だ。譜代大名で、石高は一万石だ。北条家とは無関係なのね。譜代ということは、家康と関係が深いのね。どんな関係があるの？八代家といえば、村上義清との関係を忘れてはいけない。武田信玄を敗北させた数少ない武将だ。義清の家臣なのね。まあ本筋でないので簡単に説明するが、その後、真田幸綱の調略で武田に下り、その後、織田北条上杉と経て、徳川に仕えた。なんか、そのドラマもかなり面白そうですよね。まあそんなこんながあって、八代秀正の代になると、大阪の陣で旗奉行を務め、その功績で甲斐に六千石を与えられた。その後徳川忠長の家老となり、一万石を領した。そして忠長の改易に伴って、処分されるがすぐに許され、八代忠政が初代北条藩主となるんだ。最初は転々としていたけど、徳川についてからは尽くしていたのがよくわかるわね。すぐに許されたのも能力の高さを評価されたのでしょうね。でだ、この八代忠隆は寛文3年1663年に、叔父の八代忠興の養子子として後を継いだんだ。大阪かばんや、百人組頭、大番頭と譜代のアドバンテージか順調に出世した。しかし、やれやれ、出世できるのは嬉しいんだけど、物入りで辛いねえ。一万石ではやれることも限られるよ。譜代あるあるですよね。一万石の小藩ではやれることが限られるよな。ついに、聖徳元年1711年には、こういった職を辞退するまで追い込まれていた。八代は何も対策を取らなかったの？もちろん無策ではなかった。数年前から八代は河合藤左衛門と、その息子城八を登用して経済対策に当たらせた。カクカクしかじかなんだけど、大丈夫かい？お任せください。私がビシビシやります。問題には、息子が門前で対応します。私が誰も通しませんよ。あんたが一番不安なんだけどね。この河合という人物は、最初は聞いて代官を務めていたという。宝永6年1709年に北条陣屋に派遣された。新田開発を増やし、用水路を開削し、特産物の増産を図った、実際に成功した側面もあったという。なるほど、おそらく譜代だから幕府の紹介でもあったんでしょうね。これなら安心して任せられそうじゃないの。しかし。増収はしたけど、焼け石に水ね。どうしたらいいのかしら？そうよ、労役を増やして、年貢も倍にしたら問題解決じゃない。逆らうものは全部やっつければいいわ、簡単ね。ああ、このパターンですか。大抵ろくな結末にならないんですが、どうなんですか？大体霊夢の想像通りなんだが、北条藩領27カ村の領民に過酷な年貢と労役を割り当てた。なんと、
普段の倍の年貢量だったという。何よそれは。仮に4割の年貢ということは8割ということでしょ。農民が生活できないじゃないの。それだけでなく、河合はそれまでも酒屋工事屋に運上金を復活させているし、開発の人足の負担も課していたんだ。それは農民は大変だったでしょうね。ああ、かなり困ったことになった。あのサボリマ野郎が、税金をかけまくってもう生活できないわ。まずは話し合いをするのが一番よ。北条陣屋に行ってくる。無理はしちゃダメよ。無茶な年貢が決まった翌月の10月、まずは北条陣屋で話し合いが行われた。その時約600人が集まっていたという。しかし、決まったことです、お帰りください。そんな10日間の話し合いは不発だった。しかも、首謀者を白状しなさい、逆らったらこうよ。ひー、なんと河合は江戸屋敷に名主を呼びつけて脅迫し、首謀者を出せと迫ったという。ろくでもないやつね。もう私たち飢え死にするしかないの。北条陣屋で話し合いをしたけど、拉致が開かないわ。最後の手段に出る。私たちは厳罰になるかもしれないけど、みんなのためよ。後のことは頼んだよ。わかったわ。北条陣屋門祖失敗の、約1ヶ月後の11月7日、農民たち600人は江戸藩邸で門祖を行った。年貢増加を撤回しろ。なんだ、北条藩は何か問題を起こしているのか？本当なら、大事だな。門を守りきることはできないです。どうしましょうか？確かに、このまま騒動が広がると幕府から処分が下るわね。なんとかしないと。これは認めるしかないんじゃないですかね。ああ、結局は。あなたの熱意に負けました。年貢増を取り消します。これはそのお墨付きです。やったー。あれ？やけにあっさりと認めたわね。実は河合はその場しのぎの対応をしただけなんだ。証拠がなければ約束は無駄よ。時間よ止まれ。残念だったようね。解除。何が起きたの？我々に逆らうからよ。うわぁ。河合は、一旦は要求を聞き入れたふりをした。しかし、農民たちを追う形で、北条陣屋に赴き、名主を呼びつけた。その際にお墨付きを奪還して、名主6人を投獄した。その上で、3人を処刑するという強硬手段に出たんだ。うわぁ、恐怖政治じゃないのよ。こんなこと許されていいわけ？当然だが、騙されたと知った農民たちはブチ切れた。あの陰湿メイド野郎、私たちを騙しやがって、許さないわ、もう容赦はしない。そりゃあ、怒るでしょうよ。今まではあんたたちに遠慮したけど、もう潰す気で動いてやるわ、覚悟しなさい。まあ、江戸での門祖もバレるバレないのギリギリのラインだったんだ。相手側がラインを超えたんだ。つまり、少し怖いけど、一体何をするんですか？突然なんですか？こんなことをして、死ぬ気ですか？バカなことはおやめなさい。私たちは覚悟はできています。命をもって、北条藩の状況を老中様に知ってほしいのです。どれどれ。なんと、これはひどすぎる。河合が独断で処断までしているなんて言語道断だ。彼らが取った最後の手段はカゴソだった。老中などの幕府の重要なポジションの人に現状を知ってもらうわけだな。まあ、こうなってしまうと藩は助からないから、農民もよほどのことがないと選択はしなかった。もう無理と判断しちゃったんですね。一揆の目的は藩を倒すことではない。あくまで状況の改善を藩にしてもらうことだ。農民たちは、藩にそれができないと落胤を押したわけだ。農民たちは最初は、老中秋元隆ともにカゴソを行ったが却下された。しかし、その後老中阿部正隆のカゴソは成功した。本当なら、大事です。ただ、あなたの言い分が本当かを吟味する必要があります。しばらく待ってくださいね。お願いします。そして幕府はこの騒動の訴えを取り上げて、徹底的に調査が行われた。なるほど、事実のようね。年貢が2倍になったら、生きていけないじゃないの。しかも、手続きなしの勝手な処断も問題よ。農民を支配するのが私たちの仕事だけど、農民を守るのも私たちの仕事よ。厳しく対応しないと。養生所で厳しい審理が行われた。
そして、約半年後の聖徳2年1712年7月に厳しい祭壇が下った。かわい。あなたは年貢が2倍になって農民が本当に生きていけると思っているのですか？あ、いや、その、そんな心ない人間にこの世を生きる資格はありません。しかも、手続きを経ずに処断までした。事件をもみ消すつもりだったのでしょ？これは明らかに幕府に対する反落と取られても仕方がないわ。あなたに切腹の資格はありません。親子ともども斬首よ、覚悟しなさい。切腹すら許されないだなんて、いかに、農民をいじめすぎたかがわかる話よね。それに加えて、勝手な処断もかなり問題になったんだと思うが、みんなはどう思う？今回私は何もしていないので、問題ありませんよね。何を言っているの？責任者でしょ？1万石は没収よ。ですよね。とはいえ、あなたの祖先は功績があります。なので、北条藩1万石は没収ですが、3000俵の旗本としての加盟存続を許します。ああ、よかった。昨夜も小町も地獄に落としても答えないわね。私が直々に指導しないと。この他には、農民の支配に当たっていた軍隊や代官は、追放される処分となっているな。そういえば、肝心の農民たちはどうなったの？結論から言えば農民たちの完全勝利と言っても過言ではないな。河合に捕まった、6人のうち3人が牢にいたんだが、彼らも、追放だけで済んでいる。しかも、要求はほぼ完全に認められたという。意外よね。こういう訴えをすれば厳しい処断がありそうなものだけど。これは、聖徳の血が大きく関わっていたと言われている。新井白石殿が、政治顧問になって、幕府は変わったわ。今後は人生の名のもとに恩情を持って接さないと。これを聖徳の血というが、この頃は生類憐れみの霊の廃止や、民政に力を入れていた時期なんだ。だから、農民の訴えにも真摯に対応していたのね。この事件の数ヶ月前にあった、越後村上藩でのお布施事件でも農民の意見が認められていた。なので、いけると考えたのかもしれないな。この事件は、時代の流れにマッチして、農民の戦術を最大限に活かした一揆だったのかもしれないわね。そう考えると、時代の流れが読めなかった八代や、河合の誤算がそこにあったのかもしれないが、みんなはどう思う？コメントどしどし頼んだぜ。H 様。また、私たちは地獄に何万年も落とされるのですか？いいえ、私の仕事を手伝ってもらうだけでいいわよ。まずは私の真似をしてね。なんだ、それならできそうですね。いい返事ね。まずは私と一緒にこれを飲みましょう。これは何でしょうか？煮えたぎっているようですが。銅をマグマ状にしたものです。私は毎日飲んでいます。人を裁くということはそれだけの覚悟がないとできないものです。さあ、昨夜と小町飲みなさい。いや、それは、その、飲みなさい。ごめんなさい。レミリアお嬢様助けて。エンマ様って、毎日そんなものを飲んで大変ですね。みんなも悪いことをして、エンマ様に裁かれないように注意してくれよな。というわけで八代忠敬と、河合藤左衛門がやらかした万石騒動だがどうだった霊夢？個人的には農民側がほぼ完全勝利をしたことが驚きよね。幕府側が公平に裁いたのは印象的ね。やはり、それは江戸時代が平和になって、理性的な判断ができるようになったのが大きいのかしらね。おそらく、初期は戦国時代の名残もあって、激しい処分が多かったが、平和になるにつれて人生を重んじた結果なのかもしれないな。新井白石の影響と紹介したが、新井も登用すべくして登用されたということなのだろう？飢饉などの混乱期はともかく、通常時はこういった理性的な一揆が多いようだから、結果的に見れば平和な時代と結論できるが、みんなはどう思うかな？みんなの率直なコメントをお待ちしています。あと、この万石騒動で、3人が処刑されたと紹介したが、立山市の国分寺には3義民の墓があるそうだ。私たちの平穏な生活は、こういった人々の犠牲に成り立っているものなので、ぜひお参りに行ってほしいものだぜ。
平和な時代でも、こういった犠牲は多かったのよね。今生きれることを感謝しないとね。しかし、オッソは本当に厄介よね。大名もこういった行動に注意して行動しないといけないのは辛いわね。それで、うまくバランスが取れていたのが江戸時代ということかもしれないな。今後も様々な話を取り上げていきたいぜ。みんなも、コメント欄に感想や要望などをどしどし書いてほしいぜ。できる限り叶えるように努力するからな。うぷ主はいろいろな本を読んでます。水面下で要望の話も進めていますよ。時間をかけて作ることが多いので、要望は無駄にならないと思うぜ。これからもよろしくな。それでは皆様、ありがとうございました。ほで、もう 2,3 年に一遍洪水が起きるというようなとこやから、ほんで地元の百姓なんかがみんな嘆願してね、